ねえ、クリス。ちょっといいかしら？ん？どうした？ジル。2年ぐらい前に、入試困難な隠し武器ランキングという動画を投稿したでしょ？ああ、結構反響が大きかったよな。あの動画、難易度が鬼畜すぎるってよくコメントされていたからさ。簡単にゲットできる強力な武器がないかなって、思うんだけどどうかな？ゲームが上手くないからって無双プレイができないのはなんか損した気分になるし。なんだ、そんなことか。じゃあ、今回はびっくりするぐらい簡単に入手できるのに無双確定な強武器を紹介していこう。せっかくだから、隠し武器に限定して紹介しようか。苦戦している人もこの動画をきっかけに無双プレイを楽しんでね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、バイオセブンで使うことができる工具、AMG78α を紹介しよう。工具？武器ですらないのに強いの？ああ、武器ですらないと不安に感じるのは無理ないが、バイオセブンでは最強武器の一角は丸ノコ。E3 式 DIY が入っているぐらいだからな。ええ、道具は使い方次第ってことね。だが、この丸ノコの入手条件は、本編を4時間以内にクリアするという。難しいものだから AMG78α に話を戻すぞ。AMG78 って確か、ブルーアンブレラが開発したんだっけ？マニュアルを見る限りでは、運搬作業時の負担軽減を目標に開発されたみたいだな。作中では、ゾイを取り戻すためにスワンプマンを追いかけていたジョーが、旧館近くで装着した。この時ジョーは、奴らの派手なおもちゃ買って、不思議がっていたがその性能は折り紙付きだったな。フルチャージすればモールデッドは一撃だし、スワンプマンにも有効だったね。そんな AMG78 の試作型が AMG78α になる。さすがに威力は本家より劣るがそれでも十分な性能で、簡単にモールデッドを粉砕可能だ。高難易度の上マスト大攻略に役立つ他に、エクストリームチャレンジ突破でも大活躍だ。もちろん、通常プレイでも無双確定だぞ。素手で苦戦している人に試してほしいよね。まあ、素手でクリーチャーをボコボコにできる上の存在はちょっとおかしいんだけど、肝心の入手条件も難易度ノーマルのクリアと簡単なものだ。とは言っても、使用できるのがダウンロードコンテンツのエンドオブゾイだけと限られてくるから、第10位として紹介させてもらったというわけだな。最初の時点から簡単に手に入れることができて、強力な武器だから次に出てくるものも期待できそうね。次に紹介するのはビレッジで登場する隠し武器の一つ、ステークだ。これって、ビレッジの中でもめっちゃ強い武器じゃないの？入手方法も簡単だったらもっと上位でもいいんじゃない？まあまあ、慌てなさんな。確かにジルの言う通り、ステークはビレッジ最強武器の一角をなす超強力な武器だ。最終的な威力は人狼特攻が効いたウルフスベインに譲っているが、それでも9999の威力に28発の相談数という十分な性能を持っているぞ。連射速度やリロード速度も速いし、継戦能力に秀でたマグナムだよね。ぶっちゃけ、これ一本あれば他の武器がいらないぐらいだ。にもかかわらず、アンロックする条件は2周目以降にデュークから買うだけ。さらにクリアポイントを消費することで無限化も用意とくれば、よっぽどこだわりがない限り誰もが優先して使う武器と言えるだろう。最高難易度のビレッジオブシャドウズ攻略時は、誰もがお世話になったでしょうね。やっぱり、もっと上位の方が良かったんじゃないの？強さで言えば、歴代バイオの中でも上から数えた方が早いマグナムだが、フルスペックを発揮するにはやり込みプレイが必須になってくる。ビレッジでは、デュークに改造を依頼することで武器を強化できるけど、ステークは強力な分、改造費用も膨大になってくるんだ。具体的にはどれぐらい必要なの？100万レイぐらいかしら？フル改造で150万3000レイだぞ。確か、バイオ4の無限ロケラン以上じゃない。RE4 では200万に値上げしているって知ったら即答するだろうな。どれだけ上手にやりくりしても、最短入手は2周目の中盤ぐらいからになる。さらに、本体価格とカスタムパーツを含めると、最終的に210万3000レイ必要になってくるぞ。途方もない金額に目が回りそう。もう一つ付け加えると、威力を9999にするには特殊改造をする必要があってだな。つまり、マーセナリーズをそれなりにやり込まないと真の強さを発揮しないってわけだ。意外と手のかかる子なのね。強いことには強いし、簡単に手に入るステークだが、待機盤性型とでも言える入念なケアが必要な点を考慮して、第9位とさせてもらったぞ。こればっかりは仕方ないわ。私だったら、他の隠し武器より最優先でゲットするためになんとかやりくりするだろうね。次に紹介するのはバイオの定番武器、ナイフだ。ナイフって定番は定番でも弱い武器じゃない。作品によっては最弱武器って言ってもおかしくないし、私が主役のバイオ3では使いづらい武器だったわ。なんで、強武器をゆっくりと解説するこの動画に登場しているのよ。
まあまあ、慌てなさんな。ジルの言っていることは間違いじゃないし、バイオの歴史で見てもナイフは弱い部類だろう。だけど、時にぶっ壊れと呼べる無限の可能性を秘めた武器でもあるんだ。そんなに強い時ってあったかな？実は RE2 では屈指の壊れ武器として君臨しているぞ。RE2 では珍しくナイフに耐久値が設定されていて、使いすぎると壊れるユニークな仕様がある。地味に初めての試みじゃないかしら？今までのバイオではなかったよね？俺が知る限りではナイフが壊れるのは初めてだと思う。こんな仕様だからか、耐久値が無制限になっているコンバットナイフが隠し武器として登場しているぞ。でもこれって、耐久値が無限なだけで、性能自体は普通のコンバットナイフと同じでしょ？私愛用のホットドッガーのように炎の匂いが染みついてむせるわけでもないし、そこまで目立った性能はないと思うけど。確かにこのままだと無限ナイフも悪目立ちしなかっただろうが、RE2 にはフレームレートが上がるほどナイフの攻撃が多段ヒットするという隠れ仕様によって、強武器の仲間入りを果たしたんだ。フレームレートって1秒間の動画が何枚の画像で構成されているかを示す単位のことで、数値が高いほど動画が滑らかに映ることでしょ。ああ、パラパラ漫画のページ数が多いほど、自然な描写になるのと同じだ。本来なら多段ヒットすることは耐久値の消費が早いことと同義だが、耐久値が無限だったらどうなると思う？耐久値が減らないから何度でも使えるナイフってことだから、本来は多段ヒットしてすぐに壊れちゃうところを、壊れずに使い続けられることを意味しているけど、所詮はナイフでしょ？こればっかりは見てもらった方が早いか。無限ナイフがあれば、動画のように苦戦必須のボスですら瞬殺可能なんだ。G 第一形態がこんなにもあっさりと、フレームレートの上限が決まっている家庭用のゲーム機でも十分強いが、マネーを積めば青天井な PC 版ではさらにヤバいことになるな。だから無限の可能性ってわけなのね。そういうことだ。なお、入手条件は各エリアに点在しているミスターラクーンくんの破壊だ。昔だったら15体のラクーンくんを破壊するのに苦労するだろうが、今は YouTube とかで簡単に調べることができるから、難易度自体も簡単と言っていいだろう。本当、楽な時代になったよ。次はヴィレッジの隠し武器ドラグーンだ。俺が本編で使っていたアサルトライフルだぞ。あれそんな名前だったんだ。ああ、実は隠し武器の一つで、条件を満たせば E3 でも使用可能だ。条件も難易度スタンダードで本編をクリアするという簡単なものだぞ。スタンダードで OK なら、ゲームが苦手な人でも達成できそうだね。あと、俺が使える点が大きい。純粋な性能で言えばさっき紹介したステークだったり、同じアサルトライフル枠でも WCX の方が上だ。だけど、これらの強力な武器は残念ながら俺は使うことができないんだよな。あなたの時は武装が固定されているから、メイン武器のドラグーンを強化する必要があるってこと？厳密には無限化しておくと俺の操作パートが楽になるって感じだ。だが、ドラグーン自体も強力な武器。解放と無限化にクリアポイントを消費すれば、E3 でも道中の攻略が楽になる。ステークも、WCX も総改造費が膨大で強さを実感するのに時間がかかるからな。でも改造する必要があるのはドラグーンも同じじゃないの？いや、ドラグーンは改造することができない。え？それってサムライエッジのように悲惨な状況じゃない？もし、そうだったら俺のドラグーンもヤバい武器になって大変だっただろうが、ドラグーンはサムライエッジと違って初期スペックが高いから大丈夫だ。しかも、400レイでデュークから買えるから実質お金を使わずに手に入れられるぞ。ステーク用にお金を節約しないといけないから安く買えるのはありがたいわね。改造費用やカスタムパーツ代も必要ないから、お金の部分は本体だけ。だから、ドラグーン、ステークの順番に隠し武器を解放していけば、ヴィレッジ攻略も楽になると思うぞ。なるほど、それは賢いやり方だわ。次はバイオ2で使える無限サブマシンガンだ。お、今度は懐かしい名前が出てきたね。バイオ2が発売してから26年が経つから。この動画を見ている人の中には、まだ生まれていない人がいるかもしれないな。え、もうそんなに経つの？時の流れは残酷ね。俺もアラフィフのジジイになったが、もちろんジルも。何か言ったかしら？私は永遠の23歳よ。あ、はい。バイオ2には3種類の隠し武器があったよね。そうだな、初代バイオでは隠し武器が無限ロケランだけだったと思うと増えたよな。3種類のうち1つが無限サブマシンガンってわけか。他の2つは無限ガトリングガンと無限ロケランだが、無限ガトリングガンが裏シナリオのセーブでクリアすること。無限ロケランが表裏を問わず2時間30分以内にクリアするといった、難しい条件だった。どっちも強力な武器な代わりに、解放条件が難しいのがネックよね。ノーセーブクリアや時間制限ってゲームに対する慣れとか、敵配置、アイテム配置を覚えて最適な攻略ルートを構築しないといけないし、
知識、テクニック両面の要素を求められるから厳しいよ。じゃあ、無限サブマシンガンはどうなのか。肝心の条件は裏シナリオで救急スプレーを使用せずにクリアすることだ。きつい条件に変わりはないけどまだ簡単な方だね。ああ、救急スプレー以外に回復アイテムは各種ハーブがあるから、慎重にプレイしていけば他の2つよりは入手しやすいと思うぞ。ちなみに、ガトリングガンとサブマシンガンの2つは、さっき言った以外にも、クリアランク S か A を獲得する必要があるから注意してくれ。まあ、ランクの評価にはセーブ回数とか救急スプレーの使用回数が絡んでくるから、どっちかを縛ってクリアできる人にとっては条件を満たしているようなものだけどね。もっとも、無限武器を使ってクリアするとランク評価が強制的に1つダウンするから、それだけ気をつける必要があるわ。肝心の性能だが単発の威力はハンドガンより低い。しかし、特筆すべきは圧倒的連射速度。秒間10発という高速連射によって、クリーチャーを近寄らせずに倒すことが可能よ。雑魚敵はこいつ1本で十分な性能だ。加えて、G 生体のような中ボスも対処可能だな。サブマシンガンって連射速度が速いからその分弾の消費も激しかったわけだけど、弾薬が無制限になっていて短所が改善されているから、そりゃ強いよね。ガトリングガンと違って使い勝手もいいから多くのプレイヤーに愛用された武器と言えるだろう。次に紹介する武器はバイオ5に登場したものだ。あれ、今までは武器の名前ごと言っていたのに珍しいわね。今回は条件がほぼ一緒だから同時に紹介しようと思ってな。M93R とハイドラの2つだ。ハイドラはよく聞くけど M93R ってそんなに強いの？ああ、タイムアタックに挑む人にとっては必須級の武器だ。へえ、それは知らなかったわ。この2つはカテゴリー内の最初に手に入れる武器をフル改造することでアンロックされる。M93R ならハンドガン系で一番最初に手にする M92F。ハイドラならショットガン系の最初の武器イサカ M37 だ。初期ハンドガンと初期ショットガンのフル改造ね。もしかして、マシンガンとライフルでも同じ方法で隠し武器が解放されるんじゃない？お、鋭いなじる、その通りだ。マシンガンの VZ61 をフル改造することで俺専用の武器であるガトリングが、ライフルの S75 をフル改造することでシェバ専用の隠し武器、ロングボウがアンロックされるぞ。もっとも、ガトリングとロングボウは全てのチャプタークリア後という条件付きだがな。どっちも弾数無限の強い武器じゃない。その2つより M93R とハイドラは強いってこと？俺はそうだと思っているぞ。強いポイントを簡単に話すと、M93R はマシンガン以上の威力と連射力、ハイドラはマグナム以上の火力だ。詳しく説明してちょうだい。もちろん、まず M93R だが、3点バーストのハンドガンだ。撃っている途中にボタンから指を離すことで一発だけ撃つといった芸当も可能だぞ。いわゆるタップ打ちってやつね。これを利用してボタンを連打すればマシンガンのような運用も可能だ。単純な威力が高いし弾の消費が激しいというネックも、無限化すればたやすく解決できる。となると欠点は改造費用ぐらいかしら。そうだな。めっちゃ頑張れば一周目から使うことができるがまあ、おすすめはできない。一周目は素直に他の武器に改造資金を回した方が無難だ。一周目は無限化もできないし難しいか。そしてハイドラだが攻撃範囲を改造することができる。これって実は一度の発射弾数を増やすことと同じことで、最大に改造すると1回の射撃で15発の散弾を発射できるようになるんだ。つまり、ハイドラの最大威力は550だから、全弾命中で8250になる。マグナムなんて目じゃない瞬間火力を相手に叩き込めるな。歴代でも見てもトップクラスに強いわ。しかも、俺が構えるときは片手で突き出すようにやるから、他のショットガンと比べてあまり接近しなくても敵との距離を稼ぐことができる。当時プレイしていた人の中には強いことは知らなくても、単純なかっこよさを理由に愛用していたんじゃないか？男の子ってこういうのを好きな人が多いだろうね。ところでジルよ。どうしたのよ。実はマグナムのスミス&ウェッソン M29 も、フル改造することでスミス&ウェッソン M500 が解放されるんだが、あ、完全に忘れていたわ。次に紹介する武器は無限ロケランだ。お、隠し武器の代名詞が満を持して登場ね。数多くある無限ロケランの中から、今回は RE3 に登場したものを紹介していくぞ。なるほど。だったらメインを張っていた私が話してもいいかしら？じゃあ頼む。任せて。RE3 での無限ロケランは本編クリア後にクリアポイントを交換することで使えるようになるの。強力な武器なだけに要求されるポイントは多いけど、今は効率の良いポイントの稼ぎ方って動画がいっぱいあるし、そこまで難しくないと思うわ。最悪、カプコンさんにワンコインをお布施すれば入手できるしな。あくまでも最終手段にしたいけどね。見た目は RE2 のものと同じで無反動、高威力な RE3 界隈では最強の武器と言っていいわ。
思っているより爆風の範囲が広いから適当に撃っても巻き込めることが多いぞ。自爆ダメージもなくて至近距離で発射したとしても、私はフィルムだけだからその点は安心ね。地味ながらありがたい要素だよ。高難易度ではロケランで攻略するのが前提って言っていいほど難しいし、是が非でも入手しておきたい武器が RE3 のロケランだわ。もっとも、個人的にはオリジナルバイオ3のような、4連装タイプのロケランを使いたかったけどな。ああ、確かにそう感じる人は多いかもしれないわね。元祖ロケランといえばあのタイプだし、ムービー内でカルロスが使っていたからワンチャン期待したけど、結局使えなくて少し寂しかったな。あなた、アルカトラズで派手にぶっ放していたし、それで我慢してね。気を取り直していくが次に紹介するのは、バイオ4に登場したシカゴタイプライターだ。最新作の RE4 に登場しているシカゴスイーパーとは、文字通り別武器だから注意してくれ。強武器がひしめくバイオ4界隈でも屈指の強武器だよね。その通りだ。武器の性能としては単発威力銃の弾丸を毎秒10発のペースで発射するとんでもない性能を誇る。もちろん無限武器だ。適当に弾をばらまくだけでも勝手に敵が倒れていくわ。ジルが言っていることは誇張抜きの実話だから本当に驚くよな。歴代バイオシリーズの中でも上から数えた方が早い武器だよね。まあ、もっと強い意味不明な兵器もあるんだけど、入手条件は A だ編とも言える、ジアナザーオーダーをクリアすることだが、実はこの条件は PS2 版以降の話でゲームキューブでは異なっていたんだ。へぇ、最近始めた人は知らないんじゃない？ゲームキューブ版ではどんな条件だったの？本編クリア後に遊べるミニゲーム、エイダ・ザ・スパイのクリアになる。当時はエイダがナイフを持っていなかったし、敵の挙動も違うから苦戦した人が多いと思う。バイオ4のナイフは強いのに最初からないなんてきついものがあるね。PS2 版以降はエイダ・ザ・スパイをクリアすることで、ジアナザーオーダー内でシカゴタイプライターを使えるように変更されているんだ。それから、VR で遊べるメタ版では、シカゴタイプライターは初期段階では実装されていなかったんだよな。それも知らなかったわ。むしろ、これについては知っている人の方が少ないと思うぞ。メタ版では後日マーセナリーズが遊べるようになったタイミングで実装されて、チャレンジモードでもらえるメダルを40枚以上集めると本編で使えるようになるんだ。結構、媒体によって入手条件が違うからややこしい。お次はまたしてもバイオ4から無限ロケランだ。さすがバイオ4ね、まだ強武器が残っていたなんて。入手条件は非常に簡単で本編をクリアするだけでいい。2周目以降に武器承認が100万ペセタで取引に応じるようになるぞ。解放条件はともかく、値段がネックよね。ちなみに、さっき紹介し忘れたがシカゴタイプライターの値段も100万ペセタだぞ。こら、同じ作品が続いているからって横着しないの。すまん。値段自体は高額だが、早ければ2周目の中盤で手に入れることができるはずだ。俺の知り合いはチャプター41の時計塔前に200万稼いで、ロケランとシカゴを買っていたからな。その知り合いは多分慣れているプレイヤーだからあまり参考にならないわ。性能は値段に見合うもので、あらゆる敵を一撃で粉砕する。弾数無制限で撃ち放題だから、そりゃ強いわけだ。まさに反則級よね。RE3 で紹介した無限ロケランとは違って至近距離に着弾すると自爆ダメージを受けてしまう。この点だけは気をつけないといけないな。私の時のように考えなしでバカしか撃っちゃいけないってことか。そんなロケランだがあまりにも強すぎたせいか RE4 にリメイクされる時に、厳しいお仕置きを食らってしまうことになる。もしかして、威力が控えめになっちゃったとか？いや、威力は相変わらず必殺級だ。だが、とにかく高い。普通のロケランですら値上げしているが、特に無限ロケランの値上げはひどい。え？オリジナルの100万ペセタでも高額だったのにもっと高くなっているの？ああ、お値段なんと2倍。200万ペセタだ。高すぎる。携帯の料金じゃないんだからさ。割引する手段はあるがそれでも160万ペセタはかかる。だから、RE4 ではバイオ4以上にケチになることを強いられているんだ。ゲームでも節約しないといけないなんてせちがらいわ。次に紹介するのはバイオ7より、アルバート01レプリカだ。無限ロケランより後に登場するなんてそれだけ強力な武器なんでしょうね。もちろんさ、こいつはヤツことウェスカーが残した研究を参考に作られた対 BOW 用の特殊拳銃になる。E3 がエブリンにとどめを刺した銃でもあって、圧倒的な性能があることが伺えると思う。実際、ルーカスを逮捕する作戦行動中に使ったことがあるが、モールデッドを簡単に倒すことができたぞ。やつが残したものっていうところが引っかかるけど、性能自体はすごいんだ。そのレプリカモデルが隠し武器として使える。レプリカだからか、相談数が抑えめになっているが、それでも十分戦っていけるレベルで強い。
とにかく威力が高いから、高難易度のマッドハウスを攻略する上で必須級だ。あるのとないのでは結構変わってきそうだね。そういえば入手条件は？本編をただクリアするだけでいい。シンプルでいいね。本編以外のミニゲームでも使うことができるが、もちろんこっちでも強力な武器として登場している。特に公式公認の超絶鬼畜難易度、E3 マスト台でこいつを入手できたら、それだけでクリアに大きく前進したと言って過言ではないレベルで必須級の武器だ。宝箱から引けたらガッツポーズ確定演出だわ。強さと反比例する入手の簡単さからアルバート01レプリカを、第1位に選ばさせてもらった。こうして振り返ってみると結構簡単なのに強力な隠し武器って多いんだね。てっきり、強い武器ほど使えるようになるまできつい条件があるものとばかり思っていたわ。まあ、基本的には強い武器に限って難しい解放条件が多いぞ。そういった意味では難しい条件のくせに、性能が微妙なポンコツ武器って動画を出すのもありかもしれんな。それはそれで面白そうだね。というわけでこのチャンネルでは、私とクリスの二人でバイオハザードの魅力的な情報を発信しています。チャンネル登録するかは任せるが、よかったら俺たちの動画をもう一本見てもらえると嬉しいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。